こんにちは。豊さんの一個上の先輩でもある、はい、そうです、岡田監督、まあこのね、また来た岡田監督大好きです。毎週1回ぐらいは岡田監督のコメントとかぼやきとかを出すのが楽しいよね。はい、このチャンネルの今恒例になってるんですけれども、阪神ね、これから、はい、まあ死のロードと言っても、まあいや岡田監督が言ってたからね、涼しくない、いやドーム球場でできるから涼しくて快適だって、練習もできるやろみたいな。そうなんですよね。炎天下の下で練習って相当体力消耗するからね。もう試合前に疲れちゃいますもんね、選手たちが。そういう意味では、なんかロードっつっても、昔はさ、移動が長かったりだとか、そういうこともあったし、今、快適だよ。そうですね、時間も短縮になったり、ホテルなんかも快適だから。もういいホテルでね、今はね、俺らの時はまだちょっとランクが B ランクぐらいだったけど、今もう A ランクでしょ、SS ランクとかね、いいところで、部屋もそうなってると思うし、快適ですもんね。快適だよ。エアコンが壊れるとかそんなことないですもんね。全くないよ。 D クラスだとありえますよね。確かに。まあそんな中、まあ岡田監督、毎回今のチーム状況について記者さんのインタビューに答えてくださるんですけれども、やっぱりファンの方も驚いたのが湯浅投手が。はい、今季絶望というところで、2軍戦でね、ちょっと左脇の腹痛を訴えてというところで、左の脇腹の筋挫傷と診断されて、ちょっと今シーズンはもう厳しいというふうになってしまいました。はい、で、そんな中、まあ、岡田監督、じゃあもう湯浅投手がいないので、ちょっとさぞチーム状況とか危ないのかなと思っていたところ、脇腹なんて一番投げられへんやんと。長期離脱、おはほう無理やもんな、ほっとしょうがな、そんなん全然なんとも思ってない、いやちょっと変わってない、聞き取れないよ、聞き取れないですか、いやいや、まあ、意に関せずというね、そうなんです、そういうコメントを出したけども、全然なんとも思ってないよ、ええやつを使うだけである、そりゃそうやろな、はい、まあそんなに困ってるわけではない、ピッチャーがね、それは湯浅が完璧だったら、それは頼もしいと思うけど、いないもんをさ、悔やんでもしょうがないし、岡田監督って、そういうところでははっきりしてるから、それとやっぱり今年の湯浅は、骨折してるよね、そうですね、心が、あ、心がですよね、だから心が骨折してるから、なんとなく上げてよくても、打たれたらまたなんかこうなっちゃうから、今年はもういいんじゃない？もう休養っていうことに当てて、まあ体を万全にしてほしいよね、来年のためにというか。そうですよね。でもその岡田監督がなぜ焦ってないかといえば、やっぱりその中継ぎに配置転換した例えば桐敷投手だったりとか、あと、はい、まあ中で梶谷投手、島本投手が存在感を発揮している。さらにやっぱ守護神になった岩崎投手の安定感というところもあるので、そんなにその、まあ、今はな、はい、今はいやええもん使うだけやって言ってても、はい、厳しい戦いにこれから入っていくから、じゃあそのオーラプレッシャーは今投げてる倍かかってくるから。でも岡田監督はじゃあそのことも一応分かり済みでっていうことですよね。だから今年の湯浅を見て、じゃあそういうところで投げれるかっていうと、こう精神的な疲労も感じるしね、彼に、だからまあ昨年の疲れからね、だから今年いても使うところは難しいなっていうふうに、抑えで限定して使うって言っても不安だったんじゃないの。これが絶対的な守護神みたいな、中日のマルティネスみたいなピッチャーが故障した今季絶望、いやー、頭痛いなと思うけども、やっぱり湯浅が今年いたとしても、そんな完璧でもなかったし、やっぱり逆転食らうケースもあったしね、交流戦でも非常に打たれたし、今年の湯浅は計算できないということでのコメントだよね、だからそれだったら、怪我をしっかり直した方がいいなっていう考えだよね。これがその前半戦、その湯浅投手がほとんどあまりいない中で形が出来上がってたっていうのも大きかった、ね、いやだって今、ずっといなくても首位キープしてるんだからさ、そうなんです、岡田監督はやっぱそれを話してるので、だからみんなの総合力で勝ってるわけだから、そういうことで、いやーって悩んでもしょうがないもんね、そうですよね、悩みの種にもならないよね、悩んじゃいけないことだし、だからそこら辺は冷たいようだけども、はい、切り離して考えた方がいいと思う。そうですね。でやっぱりその岩崎投手の安定感っていうのを岡田監督は非常に買っていて、それはもう絶対的な信頼でな、あのポジションで投げてるんやから絶好調って、ちょっと調子悪くても気持ちで抑えることはできるし、それは経験よなっていうまあそこら辺はこう持ち上げとかないとなもう一人しかいなくなったんで、ここに来てお前しかいなくなるみたいなここが演出だから。そうですね、乗せていくっていう意味ですよね。岡田監督はどちらかというと基地で選手に知らせるというかさ、野村監督みたいなタイプだよね。新聞記者にぼやいといて、それ後から見て、ああそうかみたいな。乗せる時もそうだよね、そうやって考えてくれてんだみたいな。確かに嬉しいですよね。今の現有戦力でいいと思うけどな、中継ぎ後ろどこも完璧だっていうところもそんなないしな。そうですね。大勢も怪我してる、栗林が抑えから中に入った、山崎、矢崎もそうだよね。だからまあそこら辺の勝負からすると岩崎っていうのはすごく安定してると思うよ。そうですね。だから頼りがいにはなるよね。気持ち的にもすごくなんて言うんだろう、無表情ですけど、なんか圧倒的威圧感も感じるので。無表情それ関係あるのかなんかうわーとか言うじゃないですか。まあまあ冷静だよね。そう冷静だけど顔がニコニコもしてないしね。そうそれがなんかすごく威圧感あって、相手チームは嫌かなって思ったので。そうだね。はい。まあ大竹投手がちょっと特例の措置で、お休みになったりとか、はい、あとまあ才木投手がちょっとまあファームに行ったりってする中で、先発に秋山選手投手だったりとかビーズリー投手なんかも持ってきたりもしながら、いろいろこうやりくりしながら回してます。まあでも苦しくなってきてるな、ピッチャーを回すのはね。まあ特に先発ピッチャーね、はい、これはちょっと苦しくなってきてることは確かだけど、はい、やりくり上手だからな、いろいろ。そうですね。あとまだ西勇輝投手が帰ってきてないので、ここ加わるってなると、いやでも帰ってきたからって絶対に勝てるわけじゃないしさ、今年の西勇輝がね、はい、だからここら辺はね、あんまり計算してないと思う。やっぱり一番心配してるのは青柳だと思う。青柳はやっぱりこうちゃんとしっかり投げてくれればなんとかなるっていうふうには思ってると思うし、はい、やっぱ村上が絶対バテんなよみたいな、うん、ゲーム作ってくれよみたいな、うん、そういうところも感じるし、ね、まあ一回ファーム行ったりだとかいろいろする投手に対してのその信頼度っていうのはそんなに高くはないよね。あ、そうなんですね。今年はあんまり良くないなっていうふうには感じてると思う。うん、で、才木投手の情報なんですけれども、うん、ファームで、8月3日現在なんですけれども、うん、投げました、はい、で3回、6奪三振というところで、はい、まあ、マックス152キロぐらい投げてるでしょ。本来ならね、1軍にずっといていいピッチャーなので、ファームは見下ろしだからな、はい、1軍だと精神的な勝負もしてるからさ、だから前回打たれてるって、はい、大丈夫かなとか、うん、まあそういうことも考えるから、はい、まあでも三振が取れてるっていうのは、うん、まあ3回で6三振ですよ。そうですね。だからファームでいったピッチャーはやっぱり目安としたら三振をどのぐらい取ってるかとか、そういうのがすごく調子のバロメーターになってくるから。あ、そうなんですね。才木っていうのはやっぱこう三振が取れるピッチャーだけに、特にね、はい、まあ例えばまあ広島の野村、はい、今年復活したけども、ああいうピッチャーは三振ではなくてゴロアウトがいくつあるかね。だからそういう見方をするから、才木が3回6回6、三振取ってるっていうのは、まあまあ状態的には悪くはないよね。おお、じゃあ結構最短でまた上がってきそうですよね。8月中に上がってくると思う。湯浅投手の今季絶望っていうのが記事に出た時はっていうのはなりましたけど、今年はね、後ろに岩崎投手がその代わりに控えててくれたので、まあ動揺しないことだよ、一番は。そうですね。いやいや、みんなで戦ってるわけだから、だから湯浅がいなかったら勝てないっていうチームでもないしね、はい、だからみんななんとか湯浅が治るまでしっかり頑張ろうとすることができるチームだから、はい、だからそんなに心配はいらないけどね、いなくてもね。あともう一人今季絶望になってしまったというのが、はい、DNA の森選手、有骨摘出術を行ったことを発表というところで、元気な状態でグラウンドに立てるよう頑張りますというふうにコメントを発表したと。やっぱりね、人間って精神年齢っていうのはすごく大切で、やっぱ勝負の世界ってある程度大人でやんちゃなやつが一番いいんだよね。で子どものやんちゃっていうのは一番面倒くさくて、やっぱり厄介なんだよね、うん、森っていうのはやっぱまだ精神的には子どもだな。こういうのはやっぱ積み重ねてやってやりまくって練習をこうストイックにやってやっと大人になって活躍できるような選手だと思うよ、はい、素質は素晴らしいんだけどもそれが発揮できないっていうのはやっぱ精神的な子どもの未熟さ、うん、まあそういうものっていうのがあるよね。だからこれを早く成長させるためにはやっぱ球団が何をさせなきゃいけないかっていうのはやっぱ考えなきゃいけないよね。だからすごく魅力のある、まあ、スピードもある、肩も強い、バッティングも速いボールに強いとかね、まあ、そういう特徴のある選手だから早く大人になってくれるといいなとは思うけどね、俺なんか見てて、うん、やっぱりその毎シーズン怪我しがちとかそういうのにも影響、そこのが影響してくるっていうことになる。もちろんそうだよね、うん、だからそのマー君が早くから活躍できたとか、まあ、松坂もそうだけどやっぱり精神的に大人だったよね、うん、あとやっぱ勝負に対しての負けず嫌いがすごく強かったというね、うん、負けず嫌いさっていうのは人よりも倍ぐらいあったみたいな、うん、それを支えてるのが同年代の精神年齢よりもすごく高かったような気がするんだよね、はい、まあダルビッシュとかもそうだよね、うん、まあ大谷もそうだし精神年齢が上にならないとね、うん、なかなか成長は難しいかなっていう、これ分からないけども、はい、野球に没頭する時間が欲しいよな、集中する時間、はい、うん、そしたらねあんまり怪我とかしなくなると思うんだよ、うん、まあ、もちろんね例えばデッドボールとかの怪我っていうのは抜いておいても、うん、自分的に起こしてしまう不可抗力な怪我でもねやっぱね没頭してたらしないよ。あ、そうなんだ。危機管理、危機を脱するよ、うん、脱する避け方ができるよ、はい、そこまで研ぎ澄まされてたら、うん、だから森には早く成長してほしいなと思うね。そうですね、うん、DNA でねショートで非常に期待されて入ってきただけに、うん、今スター候補生だからさ。そうですね、だから軽さのあるやつって、うん、まあ森が軽いっていうんじゃなくて、うん、軽さのあるやつってやっぱ何かを起こすね、怪我とか、うん、やっぱりね話をしてても重心がぶれないやつってずっと活躍するよ、うん、だからここら辺はね性格とか精神年齢だとか、うん、そういうのっていうのはすごく大切な部分になってくる、うん、だから早く大人になってほしい。そうですね、やっぱね可愛い後輩なので。いやースター候補生だからな。そうですよね、うん、桑原に言ったことがあるんだよ。なんてお立ち台に上がってもバカしてたんだよ、はい、からんで、うん、もう俺コーチから外れてたんだけど、はい、お前バカすんなって、うん、バカなやつがスターになったやつはいないからって、うん、ね、やっぱ重みを持ってって言葉の、はい、あんなバカみたいなことすんなって、うん、じゃないと一生レギュラー取れないぞって言って、うん、分かりましたと。あいつ素直に聞いてくれたんかどうか知らないけど、はい、それよりはバカやらなくなったんだ。変わったんですね。変わった。三振してても怒って帰ってくるじゃない。はい、それは自分に腹立ってるんだと思うんだけど、やっぱああいうふうな姿っていうのは安定した力を出させるんだよね、不思議と。やっぱ人がやることだからさ、ね、ノリが良くて明るくやるんだったら別だけど、はい、あんなに勝負離れてからバカやったって何の面白いのなんともないから、うん、だからまあそういうことは気をつけた方がいい。そうですね、はい、まあね、今シーズンはもうちょっと厳しいですけれども、また来シーズン以降、はい、もう一軍のマウンドで頑張って活躍している姿を見たいです。はい。